TPP 交渉についてはですね、日本は2013年の7月に正式参加して、2年半ぐらい交渉して大筋合意に至ったわけですけども、その間最大の問題はやっぱり秘密交渉ということで、情報がほとんど出てこなかったと、いうことなんですね。で、去年の10月5日でしたでしょうか、その大筋合意が出てですね、でその1ヶ月後の11月5日に概要というのが公表されてですね、で最終的にこの協定書の全文が公表されたのが調印の2週間ぐらい前なんですよね。1月の21日だったと思うんですけどね。でそれが英語版が先に出て、でそれからその日本語版で、日本語版はこれ正式の言語として採用されなかったんですね。英語とフランス語とスペイン語だけと。フランス語なんてカナダのケビック州でしか使ってないのにですね、第2番目に大きい経済規模である日本の言語が公式の言語に採用されなかったものですから、あくまでも仮ということなんですけども、その仮と言いながらもその日本語の協定書の全文が出たのが調印の2日前なんですよね。で3000ページもありますから誰も読めない、読めないうちにサインしちゃったというのが本当のことだと思うんです。で一番驚いたのがですね、その交渉中はその21の作業部会がありますよというふうにこれずっと聞いてたわけですね。これは日本が交渉に参加する前からそういうことは言われていたんですね。で主にそのメディアで取り上げられるのもですね、この赤い部分ですか、この要するにこの物品の市場アクセスという、でこれが工業製品、繊維と農産物特に分かれていて、ここにほとんどその情報が、あるいは議論が集中していてですね、米がどうなっただとか、乳製品とか、それから自動車とかですね、そういった議論にほとんど終始していたんですね。でそれ以外の情報というと、この知的財産に関してですね、著作権が延長されるとか、それから著作権法違反が非申告財産になるのでコミケが崩壊するんじゃないかとかですね、それから医薬品 の, そのデータ保護期間を延長するということをめぐってアメリカと発展途上国が対峙しているというのは、そういうことが繰り返しこの2年間報道されていてですね、それ以外のところがほとんど議論もされないし情報もなかったんですね。で蓋を開けてみてびっくりしたのがですね、TTP 協定というのは実は30章あるということなんですよね。でなんでこの数が、この黄色く塗ったところがこれ数が増えたところなんですけれども、その黄色く塗ったところはもともとの作業部会ではこの18番の制度的事項っていうところに実は6項目入っていてですね、それから21番の分野横断的事項って、ここが一番やばいわけですけども、ここに入っていた4項目が分離独立してですね、それからあと全文っていうのが加わりましてですね、全文プラス30章で31章というふうになったんですね。で私はちょっと今冒頭の発言で一つだけ触れたいのが、このやっぱり25章がですね、非常に私は個人的にはですね関心が高いんですっていうのは、私は10年以上前からその年次改革要望書っていうのをこう出して世に出てきた人間ですからね、それとの連続性というのが実はこの25章にビルトインされたというふうに見てるんです。でこの25章っていうのは規制の整合性という章なんですね。でこれは全く新しい概念なんです。でこれはもちろん NAFTA にもないし WTO にもない。でアメリカが過去に結んだ自由貿易協定とか、それから経済連携協定にもない、この今回の TPP で初めて設けられた概念というかですね、仕組みなんですね。でこれはどういうのかというと、各加盟国の中にですね中央調整機関というのを、作ると。でこれはなんかセントラル、コーディネーティングボディっていうふうに言うのを、それは私が、これ日本語に無理やり訳したんですけどね。でそこがそれぞれの国の、規制ですね、レギュレーションを、お互い情報を出し合ってですね調整し合うと。で、それにはもちろん国内の利害関係者がいろんな要望を出すことができる。これはアメリカ側の利害関係者が要望を出す形なんですが、もちろん日本側も出そうと思えば出せるわけですけどね。でそれをこうすり合わせたものをですね、この中央調整機関というのが各国の政府に勧告すると。お宅の規制はこういうところがまずいから緩和しなさいとか、規制改革しなさい、規制緩和しなさいというですね。でまさにこの流れはですね、ここをアメリカの通商代表部 USTR で、ここを日本の外務省北米2課に変えればですね、そのままかつての そのネジ改革要望書 のフローなんですね、構造になってですね。で新しいのはここから上の部分でして、まず TPP が発行したらですね、その各加盟国の閣僚レベルからなる TPP コミッション、TPP 委員会という、全て その最高意思決定機関を作るわけですね。でここにいろいろなその分科会みたいなものがぶら下がるわけですけど、その中の一つにこの規制の整合性小委員会というのが作られてですね、で日本政府はこの
規制の整合性小委員会というところコミッティに対してですね、報告の義務があるみたいなことが書いてあるわけですね。つまり日本はこれだけ規制を緩和しました、規制を改革しましたという結果をですね、報告しなきゃいけないと。で、一方その利害関係者はこの国内の中央調整機関ですね、例えば今で言うと USTR ですけども、そこだけじゃなくてこの上部機構であるですね、コミッティに対して直接その報告、要望をですね、出すことができるっていうのがこう新たにも加わったと。つまりこの年次改革要望書のメカニズムをアメリカは何とかしてこれ永久高級化させたかった。で、鳩山幸男が廃止したわけですね。だからあれを廃止するなんてことは鳩山みたいなルーピーじゃないとできない、後先のこと考えないとですね、できないわけですけど、その結果日米関係最悪になっちゃったということでですね、でそれをこういう形で復活し、しかも条約という形でこのダブルバインドしてですね、でさらに日本以外の国、将来的には中国に対してもこのメカニズムを取り込みたいという、多分アメリカが一番やりたかったのがこの全体30章の中でですね、実はこのほとんど脚光が浴びていないこの第25章だったんじゃないかなというのが私の見立てなんですね。はい、非常に大事。ちょっと与党というかですね、政府の名誉のためにね、申し上げるとですね、今回の TPP 交渉はですね、私は結構頑張った部分もあると思うんですね。で、甘利さんを、ヘッドとするその交渉団というのはですね、これは過去の日米関係では考えられないぐらいのですね、踏ん張りをやっぱり私は見せたと思ってるんですね。だから必ずしもアメリカの言いなりには、なってない部分が結構あると。日本の明らかに日本の主張が盛り込まれたであろう、っていう指摘はたくさんできるんですよね。でただしそれは騒がれていた部分なんですね。で一つはやっぱりその農業のやっぱり関税に関してですね、牛肉と豚肉はかなりの大幅な関税引き下げになりましたけれども、撤廃は免れたわけですよね。でそれから米とかもですね、米麦とあともう一つ何でしたかな、甘味資源作物は一応関税全く現行維持とかですね、こうメディアが注目し、それから自民党の与党の内部、それから関連団体がこうワッとこうウォッチしてた部分についてはですね、あと衆参の国会決議もありましたから、そこは結構頑張ってる。それからISDS についてもですね、我々このチャンネルさくら、5年前の2011年からずっと、今回7回目ということで TPP の討論番組やってますし、散々 ISDS が国家の主権に関わるということを騒いできたので、自民党が政権に復帰する時の衆議院総選挙 の、 その選挙公約の中にもですね、主権に関わる ISDS は受け入れないというようなことを書いてたぐらいですからね。で ISDS についてはですね、私は結構頑張ったと思うのが、一つはこの、役人が言うその乱巣抑制規定というのがですね、入ったと。でこれはやっぱり従来の投資協定とかですね、 EPA 経済連携協定の中のその投資省にはなかったものなんですね。で例えばその何年も前の案件を持ち出すなということで、そのハゲタカ返しがその損を被ったといった時点から3年以内、3年半以上過ぎたものはもう門前払いするとかですね、それから訴えられた国の異議申し立てを優先的に処理するっていうのはこれは新しく入ったわけですね。それから責任の傘下にあるそのワシントンにあるその国際仲裁所っていうのは今まで審理非公開が原則だったんですけど、これ原則公開というふうになったとかね。それからその損害賠償額についても投資家の方に立証責任があるっていうことをはっきりこれ23条第7項に入って、これも大きいと思うんです。それからアメリカではその懲罰的損害賠償といってですね、日本とかフランスやドイツといったようなヨーロッパの大陸の諸国は実損しか請求できないんですね。ところが英米法の世界ではその懲罰的な損害賠償といって実損の3倍ぐらいまで、要するに天文学的なその賠償金請求ということが横行してたわけですけれども、過去のISDS では1兆ドルとかですね、そういう天文学的な賠償額が飛び交ったわけですけど、それについても一応禁止という条項が入ったと。それから私は一番素晴らしいと思ったのはね、TPP 協定の全文っていうのができたわけですけど、ここにこういう文言が入ったんですよね。で締約国が規制を行う固有の権利を有することを認めると。
で立法上及び規制上の優先事項を定め、公共の福祉を保護し並びに公共の福祉に関わる正当な目的、例えば公衆衛生、これにまあ医療保険とか医療とか社会保障が入るわけですね。それから国民の安全、食品の安全も含めて交通規制とかも含めて、それから環境規制とか、それから有限の天然資源の保全とか金融システムの安定性とかですね、それから公衆の道徳っていう言葉も入ったんでね、これを保護するための締約国の柔軟性を保持することを決意すると。でさらにダメ押しをするように、この保険制度ヘルスケアシステムに関してもですね、これは締約国の固有の権利を認めるとですね、これは明らかにアメリカのその資本家の論理っていうか、グローバリズム、要するに世界をアメリカンスタンダードで標準化していこうと、確立化していこうというものに対する、その締約国の固有の権利というものをですね、主張する部分が、まあ全文とはいえね、まあ入ったというのは、まあ私はまあ全く今回の交渉は全てアメリカにやられてしまってですね、全部要求を飲まされたというわけではない、それなりに抵抗を示した形跡はやっぱり認めて、いいところもやっぱり認めないとフェアじゃないと思ったので、私もノンフィクション作家なので、あくまでもファクトに基づいて言うとですね、それなりに頑張った。でただしあまり注目されてなかったところ、先ほどご紹介したように第25章の規制の整合性なんていうところは、正直言って我々もあまり騒いでなかったし、メディアも全く触れなかったので、そういうところではもう完全にアメリカの横を通っちゃってる部分もある。だからやっぱりこう是々非々で評価していかなければいけないかなと。で私はまあこの秘密交渉終わって公表されたのをまあ見てですね、かつて5年前はもう 100% 反対だったんですけど、今はやっぱりちょっと是々非々に変わってきたというか、そういう意味ではちょっと田村さんに近いスタンスにこうなってきたなっていう感じなんです。はい、この問題のやっぱ本質はですね、まずその官僚がね、情報操作してですね、自分たちの都合のいいところ、さっき関税の話は注目してた、それからまあ ISDS は我々が最大が注目され、注目されてたところはしょうがないからまあ出すと、それ以外のところはですね、とにかく情報出さないようにしてきて、で大手メディアもね、まあ田村さんのようなその良心的な記者は別として、やっぱりこうなんていうか論説陰出みたいなね、社説を書くところはですね、それをこの片棒担ぐと。で冒頭にね、三橋さんがなんで構造改革そもそもやんなきゃいけないんだっていう、これ国民的コンセンサスないままねやってるっていうのは、やっぱりね日米構造協議なんですよね。で日米構造協議から年次改革要望書、そしてこの TPP とこう一貫してるっていうことをね、先ほど社長も意味軸も大典法 のシャッター通りの例を出されましたけど、あれがまさに日米構造協議の結果ですけどね、それはやっぱり総括してないからだと思うんですよね。だそれはやっぱりもう一回ちゃんとこれ全部つながってるんだと、日米構造協議の延長線上に TPP があるんだという認識を共有しないとですね、こういうことが未来永劫続いてしまう。で役人とメディアはそれをこの体制を支え続けようとするというふうに私は思います。関岡さんがおっしゃってた先ほどの全文にはきれい事が書いてあって、格論は違いますよって、これ全文は優先されるんですか、格論が優先されるんですかって、格論が優先されるんであれば全文は全く意味がない。まずそこなんですね。でそれはねちょっと、ね、反論があるんですけどね、はい、その格論にもね一応そういったものは入っているんです。例えばね第9章の投資の第16条にはですね、環境とか健康その他の規制上の目的に配慮した方法で行えることを確保するために、適当と認める措置を採用し維持しまたは強制することを妨げるものとして、返してはならないと。すごくこれ日本語で読んでも分かりにくいんだけども、一応確保にもそういった公共の福祉をね目的とする政策については対象外とするというのはね、一応入っていることは入っているんです。でただしねやっぱり役人のちょっとじゃあ役人のまずいところの例として紹介するとね、その医療がどうなったのかということですね。で私はやっぱり日米構造協議以降ですね、ずっとその一般の工業部門とかですね産業部門はもう徹底的に、まあ、グローバルスタンダードアメリカンスタンダードにやられてしまって、最後に残った砦が、まあ、医療と農業の分野であると。でそこを攻め落とすのが今回の TPP の目的だということを、まあ、5年前に出した国家の存亡という本でもそういう章立てで書いたんだけどね。で医療についてはですね、まあ、農業については、まあ、先ほど山田先生からもご紹介あって、今日医療の話が出てないんで、じゃあ医療についてどうなったのかということですよね。でそれはね日本政府の説明というのがあって、これはまあ内閣府のホームページを見ると書いてあるんですね。 TPP 協定の章ごとの内容、章ごとに一応紹介というのが出てるんですね。でその中ではね、その公的年金計画または社会保障に関わる法律上の制度の一部を形成する活動サービス公的医療保険を含むと。でこれは適用されないこととなっているというふうに説明してるんですよ。で協定の第11章というのがこの金融サービスの部分なんでね、
でその第2条の第3項を読むとね、確かにそういうこと書いてあるんです。でただしね、正し書きっていうのがあってですね、そのこのこういった年金とか社会保障、医療保険なんかがね、金融機関との競争を行うことを認める場合には当該活動またはサービスについても適用するって書いてあるんですね。で日本はもう1980年代から第3分野といってね、あの医療保険とかもう民間に認めてますよね。で外資系の保険会社からすればこれ公的医療保険というのは競合するわけだから、この医療保険については明らかにこれ対象になるんです。だけどもこの端書きのところは説明しないでですね、その結論部分だけをこう出して、ちょっとフリップ作ってきてないんだけども、まあ、そういったことは多々あるんだ。だからその全文だけ、先ほど私はちょっと時間の都合で全部だけ紹介しました。しかし各論にも入っています。ただしそれの抜け道もちゃんとあるということですね。だからそこまで本当は踏み込んで議論しないとダメなんだ。これはまだ聞いて聞いて気が遠くなる感じがね、だけど本当はやっぱり神はディテールに宿るんですね。だからディテールの議論抜きにして ね、あのことは言ってもしょうがないです。印象論で喋ってもしょうがないからね。これはですね、何ですかこれは。山田さんの先生がご紹介されたのはこの1項目に過ぎないわけですね。でそれ以外にこんなにあるんですよ。であの TPP 協定というのはね、協定の本体それから付属書というのもすごいんですね。で大体これがまあ6000ページで言われてるんだけど、それ以外に2国間の書簡というのがあるんですね。でこれも一応あの内閣官房のホームページ見ると全部公表されてるんです。であのこれに関してはね、これあの日付を見ていただくと分かる通り2月4日になってます。あの例の高取さんが和服着てね、協定書本部に調印同じ日に調印してきてるんだけども、これだけの項目ですね、あの1から9までの項目が今後やっぱり日本とアメリカの間ではね、こういうことをやっぱり詰めていくと。で今山田先生がご紹介されたのはこの規制改革の部分なんだけど、それ以外にも例えば買収防衛策ですね、日本の企業が挙げたが外資からあの敵対的な買収攻勢を受けた時に当然それを防衛しようとしますね。それを認めないっていうような話がここに書いてあるとかね、あのコーポレートガバナンスもその社会取締役制度を日本に強制していくとか、上場企業に関しては義務付けていくとかね、完全に経済職民地になってくっていうね。これはもうまさにあの年次改革要望書の項目そのものだったんで、それをこう引き継いで引き継いだものがこれ入ってる。であのちょっと一つだけ最後ね、内閣官房のホームページを見るとこれはわざわざね、法的拘束力はありませんって書いてあるんだよ。だから年次改革要望書もそもそも根拠法もなしじゃないですか。あのこれがね、こうあの法的拘束力があるかどうかとか関係ないっていう話。まず一番だ、それは江藤潤が言った閉ざされた言語空間というやつでね、あの私もだから年次改革要望書の時からずっと書いてるんだけども、そうこれアメリカ大使館のホームページで公表されているもので、秘密文書でも何でもないと、誰でもただで読めるのにね、メディアが報道しない、政府というよりも役人が説明しないから、みんな国民が気づき、あの与党の自民党の先生方ですらね、あの知らなかったというふうにおっしゃってたんだから、10年前にね。だからその隠蔽体質ですよ。やっぱり隠してるのは日本側なんです。で私は別に反米でもないし、アメリカ批判してるんじゃない、アメリカは日本に対していろんな要求つけてくれつけてくるのは当たり前のことですからね。これは自国の国益を守るために頑張ってるということだから、要はそれを受け手の側の役人がまず隠そうとするし、国民に知られたくない、与党も含めて国会議員にも知らせたくない、でそれにメディアが加担しているというこの構造がね、やっぱり非常に問題だと思うんですね。ここをやっぱり突き崩さないとこの状況変わらない。構造改革はそこだと閉ざされた言語空間を非常にうまいですよね。私がその天海さんが頑張ったって言ったけども、それはまあ民主党政権とかね、そういうのに比べてですよ。だからもし民主党政権とか、あるいは宮沢政権から小泉政権までの各地の自民党政権だったら、もっとひどいことにまあなってたと思うんです。で私はね、あの天海さんにちょっと同情的なのはね、やっぱり今回あの協定のまあ本文全体がね発表されたのが、私ほとんど報道されなかったと思うんですよ。あのそれまで2年半もね、秘密協定だと情報を出せと、情報開示が不足してるって散々言ってたのに、いざそれが出た時にどの新聞もですね公表されたっていうことをですね、多分私はまあ3紙しか取ってないけども、あの報道しなかったと思うんですよね。でどうしてかなと思っていたんですけども、ちょっと時系列を作ってみるとね、まあ去年の10月1日あ5日にですね、あの大筋合意しましたよね。でその1ヶ月後にまああの暫定文案というのがまあ公表されてるんだけども、その時内閣官房はまあ解説、要するに役人の作文というかね、各省ごとにねこういう内容でございますという、あの解説はあの公表したんだけども、あの条文そのものはですね公表しなかったわけです。でそれを公表したのがまあ冒頭第一部でもちょっと触れたけども、もう一回おさらいすると、
英文の正式版が公表されたのが1月26日火曜日なんですね。でこれがその調印式の2月4日の、まあ、わずか2週間前と。でそれからその日本語の仮訳ですよね。仮、これ、まあ、一応仮って書いてあるけどこれ最終版なんですね。暫定版もすでに出てるのであくまでもこれが最終版でこれから変更はないんだけども、それはなんと2日前だと。高取さんが着物着てニュージーランド行ってサインするわずか2日前に3000ページのやつを、まあ、公表したんだけども全然報道されなかった。でなぜかといったらね、この前後にちょうどこの週刊文春がですね、甘利さんの献金疑惑をね暴露してもうメディアはそれ一色だったんですよ。でちょうどその週刊文春のね発売日が未熟も木曜日なんです。これは調印式と同じ木曜日で、この調印式の2月4日のちょうど2週間前の木曜日に最初に第一報が出て、わずか1週間でですね甘利さんがまあ辞任しちゃったと。でその前後にこの協定書の本文が公表されてるけども、メディアはほとんど取り上げなかったと。本当であればね、2面ぐらい使ってね、概要だけでも報道するとか、雑誌が特集記事組むとかって動きになってもいいけど、全くもうテレビのワイドショーもやらないしね。で私はこの甘利さんの疑惑にしてもですね、最初からこれはもう捜査されてたものだと思うんですね。というのは甘利さんがそのお金を受け取ったと言われるのが3年も前の話ですよね。2013年の8月8日に最初にその甘利事務所で秘書が受け取る500万受け取ったと。それからちょうど3ヶ月後に今度は大臣室で50万、それからまた3ヶ月後に今度は甘利さんの事務所で本人が50万受け取ったと。でこの8月8日っていうのがまさに日米平行協議の第1回が始まった時期なんですよ。この8月7日から9日までアメリカの方 TPP 関係者が退去して日本に来日してる時にね、この千葉県甘利さんと全然関係ないです。甘利さんは選挙区で神奈川県なのになぜか千葉県の業者が来てね、これどう考えてもこれは不自然ですよね。でこういう話をするとね、すぐまた政教家をまた陰謀説を語ってるっていうふうに言って黙らせようとする人が現れるんだけども、大体御用学者の中にそういうのが多いんだけどね。だからこれをね、こう単なる偶然ですと言い張る方が私はよっぽどね不自然だと思う。で先ほど脇先生おっしゃったようにね、これ陰謀でも何でもない、アメリカは堂々とこうやってこうやってるわけですよね。だからそれはそれだけ日本は むしろ私は舐められてる。だから甘利さんに私同情的なのは、これ結局こうピエロを演じさせられたからかわいそうだなと。あんなに頑張って夜中何回も徹夜してやったけども、結局こうやってこう茶番劇の主役を演じさせられたのでね、ちょっと私は本当に気の毒だなと。もう今回相当これはね、甘利さんの辞任っていうのはね、私はやっぱりおっしゃるように、まあこの2人は別として、政治家はやっぱりアメリカ怖いなっていうのは分かったと思いますよ。いやだからみんなね、これからアメリカに対してビビっちゃってね、これは、この杉岡さんはこれはアメリカの謀略じゃないかと、まあアメリカか、あるいはもうむしろね、水島社長とか脇先生おっしゃったように、もうねアメリカ直接支持しなくていいんですよ。日本の国内にトロイの木馬がいっぱいいて、要するにアメリカに洗脳された高級官僚とかメディアのね、間接にやりますよ、そういう連中がね。私はむしろそこが一番臭いと思うんですよ。だって清原が3年も調べてるんですよ、警察が。これ3年前でしょ、なんで今このタイミングにことね、で週刊文春っていうところがまたこれ田中学園で調印が終わるわけですから、もうアメリカさん必要ないんですよ、でむしろねこれいたら困るんですよ、この人。これからだって国会で批准するときに、答弁しなきゃいけないわけでしょ。で甘利さんという人はね、私講演聞いたことあるけどね、30分の講演で、ね、一切メモ見ないんです。全部頭入ってるんです、細かいことまで。だから頭いいんですよ。でも頭良すぎてね、アホのふりできない。だから私はね、首すげ替えてね、アホの振りが上手な人を恋に捨てたんじゃないかなと、あえてアホの振りが上手と申し上げましたけどね、そうですね、大変穏やかな、はい、一番ホッとしてるのは多分安倍さんだと思いますよ。甘利さんがいたらね、あれ興奮して野党がアホな質問したらね、要するに頭のいい人ってアホとの相手耐えられないから、ね、つい言っちゃいけないことまでこう言っちゃうんじゃないかという不安があったと思うんで、多分ね、まあ、わけでしょうね。為替の問題は全文に入ってるんですよ、まあ、さっき全文はね、大した意味がないって皆さんおっしゃるで怒られたけどね、ちゃんと入ってるんですよ。この締約国の関連当局が適当な場において経済全般に関する協力かっこ為替に関わる事項に関するものを含むかっこ図を強化するために行っている重要な活動を認めることと。だからここで多分すごいせめぎ合いがあって、で私はこれ全文に書いてあることはほとんど本体の協定書に反映されてるから、どこに書いてあるんだろうと思ってもうしらみつぶしに探したけど本体の中では見つからなかった。私今の時点ではね、後で出てくるかもしれないけども、まあ探した限りにおいてはですね、この為替条項についてさっき言ったようなその小委員会ですね、基本的に TPP というのは今後どういうふうに運営されていくかというのはとっても重要だと思うんですけれども、
TPP 委員会のこの全体を統括するコミッションの下に小委員会コミッティというのはいっぱい作られるわけですよ。だから私はね、この本部の中にはどうもこの為替に関する小委員会の設置という条項は見当たらないけども、全文に入っている限りは今後の運用によってはですね、そういうのをねじ込まれる可能性あると思うんです。まあ、おそらくだから議会の方であれ批准しないという時に、ではどうしてもだけど批准しなければやっぱりアメリカの国際的立場もまずいとか、まあいうことが出た場合にやはりこうちょっともう一回いじるってことは修正っていうのは当然あり得るでしょ。だから日本はね批准急いじゃいけないです。やっぱり少なくともアメリカが批准終わるまで絶対批准しないぐらいのね。で今ヒラリーが非常に危険なのはね、トランプに引きずられてる、その通りなんです。で最初は TPP 賛成だったくせに反対になった。で最近何言い出したかというと日本叩きまで始めたんですね。日本は中国と同じ為替操作国だっていうね。トランプが言ったかと思ったら、トランプが中国と日本とメキシコを叩き潰すって言ってるのもまさにそれ引きずられちゃってるんですね。だけど多分アメリカの国内世論はそういう雰囲気なんだろうと思うんですよ。もうクソもミソに一緒にしてですね叩くと。だからね、日本がもし先に率先してね、読み水だなんて言ってね、先に批准したらそれ見たことか、日本はやりたがってる TPP と、こんなっていうことでますます日本に不利な条項がもうアメリカの政治情勢違いないと思いますよ。あるいはアメリカの国内的に言えばですね、レーガン以来のですね新自由主義というかね、要するに富裕層に対する減税をやってですね、企業活動自由放任するっていう規制緩和の流れがやっぱりいよいよもうね、40年ですか50年かな、そのツケがもう溜まってきて、その路線転換を迫られているということです。だから今回の大統領選挙すごく重要なのはね、ルーズベルトのニューディールとね、それからレーガンの時の保守革命に匹敵するね、本当に今サンダースが未熟のレボリューションって言ってんだよね。あれ本当にねアメリカで起きる可能性もあるんですよ。だから私はねこの TPP の批准は絶対急いじゃいけない。でこのままじゃ絶対私はねアメリカ批准しない可能性高いと思ってるんです。なぜかというとナフタの時もね、あれクリントン政権時代だったんだけど、議会は共和党が多数派だったんで、共和党が賛成してやっとナフタを取ったんですよ。だから民主党はいまだにナフタに対しては不満なんだよね。で今回もまあ似たような状況でしょ。オバマ政権が推進してきて、議会は上下両院とも共和党がマジョリティですよね。それで要するに TPA だったっけ、貿易権限促進権限法を通すときは共和党が通したわけですよね。だけどもこの大筋合意が起きた後に、その共和党 その指導部がね、上院 のマコンネルっていう院内総務がね、このままでは批准できないって言い始めた。でその背後にはアメリカの製薬業界がいて、製薬業界もこの合意内容には不満なんですよ。やっぱりだからね、必ず修正しろって言ってくれ、やっぱりこのままじゃ通さないって話になるから、日本が先に批准しちゃったらこれまた大混乱になります。2つポイントありますよね。1つは要はヒラリーとか製薬が業界が典型だけど、今の TPP だとアメリカの国益にならないと、もっと儲けたいから反対だっていうパターンと、あるいはサンダーズトランプのようにそもそも TPP 時代がおかしいじゃないかというその2つの流れがあるんです。でもどっちが結構侮れないんです。だから私は結構日本頑張ったと思うんだよ。そういう意味でアメリカ不満を持つぐらい頑張ったんだよ結構。そうですね、だからアメリカ一枚岩と考えると大変危険ですよね。やっぱり不満を持っている製薬業界もいれば、満足している食肉業界もあるし、金融業界はどうかわからないっていうね。だから共和党の今の混乱というのは、もしかしたらそういうアメリカの内部の分裂というか利害の対立を反映しているのかもしれないね。世界的に共通している。それはね、私はなぜかというとですね、要するにプアホワイトの支持が全くそのティーパーティーの方に流れないですね。クルーズがまあ前線しているとは言ってもね、多分指名ならない、受諾できないですね。でなぜかというと、やっぱりティーパーティーがやっぱり結局レーガンの子孫だからですね。やっぱり小さい政府、福祉カットしてね、自己責任、リバタリアンですよね。だからリバタリアン のランドポールも早々と撤退したしね。だから今のアメリカの世論 のアメリカの国内の空気は、やっぱりレーガン流の小さい政府ではもうダメだと。やっぱりこのまさに社会主義ですね、はい、今度だから民主党と維新が合流してどういう透明するかも、逆にパクられちゃうんですよ。だからそれ世界的にそうなんだよ。やっぱりアメリカ、ご本家のアメリカでもそうなんだ。だからまあ日本がつんのめてね、 TPP を先にね批准するとはもうまさに時代を逆行したね。もうただね、天下の国家だと思う。おっしゃる通りなんだけど、日本がまずいのは、まあ、例えばね、反 TPP なり反グローバリズムなり反構造改革なりを、国民、要は日本国民のためだという形でちゃんと理論武装して、それを訴えるような政党が一つもないことなんですよ。だから民主党とかね、維新が合流したって、あれ余計信じすぎるもんね。そうです。で共産党とかは分析はまともにあるけど、相変わらず結論はなんか変な方向に行っちゃって、しかもなんか
反日ですよ、はっきり言って彼らは。まともな規制とかないんですよ。そうなんですよ。だこれ本当に言ってるんですよね。ISGS についてね、まあ、卵巣を予防する条項入ったという、まあ、ファクト、私もファクトだから紹介しましたけどね。でもやっぱり、まあ、日本の役にもバカじゃないから、やっぱり日本政府訴えられるだろうと恐れてるわけです。で、国民に対してはね、とにかく事なかれ主義だから、いや、日本は今まで過去に結んだ FTA の中にも ISGS が入っていて、一度も訴えられたことないから大丈夫ですっていうアホな説明してるけども、役人はそんなことを信じてないわけですね。だから去年 の4月の段階では法務省の中に商務局っていうんですか、訴訟の省ですね、その要するに外国から政府が訴えられた時にそのサポートする部隊をもう設置してるんですね。で、その対策として何が書いてるかというと、海外法律事務所との連携って書いてあるんですよ。結局そうなんです。そうだから自分たちでは勝てないと分かってるわけだから、だからもうアメリカのローヤーに守ってもらおうと、まあ、東京裁判の時にもね、日本の弁護してくれたアメリカ人の弁護士だけど、問題はね、いや、それはね、各省には法令審査室ってあるでしょ。であそこはだからね、この ICD 条項が適用された場合にこの法律はやっぱりまずいんじゃないかというふうなことにまあなる。つまり自主規制みたいな、法文化する法案を提出する前に、その法案作りの時にすでにこれ足かせにまあなってきますから、それはもう現実の話。意識文化っていっても ISDS の公判としてずっと最初から指定されてる。いいですかね、どうぞ。私でもね、そこのところやっぱりね、思いますね。インドがね、ごめんなさい、インドがイギリスに植民地にされた時に、イギリス側はインドの農家に対して、例えば小麦とか国民の命をつなぐ農業から消しとか、あるいは綿花とか、そういう商業作物に転換させたんです、まさに付加価値のある農産物への転換をさせたわけ。そう、天候不順になったらインドで餓死者が続出するようになっちゃって、18世紀だけでインドは2000万人餓死したんですよ。で、それはね、要はインドの国民が自らやったわけじゃないんですよ。イギリスから強制されてそんな状況になっちゃったの。ところが我が国は政治家自ら付加価値のある農業へとか言ってるわけだから、本当この国おしまいですよね。私ももう5年前に本に書いたんだけど、はい、フィリピンのバナナにしても、ね、キューバのサトウキビにしても、ね、みんなその植民地なんですよ。ユナイテッドフルーツとかがその企業がそのフィリピンを事実上支配するような構造ですよね。まさに TPP はもうそうだから、もうイチゴとかプチトマトだけ作ってね、穀物は全部輸入すればいいという方向なのでね、いつの間にかやっぱりそうなっちゃってるんですよね。構造的な問題で、日本の法律って戦前の法律が大陸法で、戦後入ってきたのが英米法で、この法律の中に2つの法律ってかなり矛盾があって、この矛盾の部分を外資の契約後の英米のアングロサクソンの連中がガンガン突っ込んできてるっていうのが今の。耐えられないですよ、日本人は。それ民法を改正するという動きもそうですしね、今恐ろしいのは、ね、日本の法律を全部、ね、英訳化するプロジェクトが内閣が推進してるんですよね。でしかもその時に英米法の人たちにも分かりやすい訳語でっていうふうにやってるんだよ。だんだんね、その原点の日本語と英訳された日本の法律の条文がね、こう乖離していくんじゃないかと思う。でそこまでチェックしてないんだけどね。これ TPP のね、正本が英語であって、日本語は仮のものに過ぎないっていうので、もうまさに日本の法体系そのものがね、今水面下でそういうプロジェクト進んでると思うんですよ。だからまあちょっと逆説的な言い方になっちゃうかもしれないけども、やっぱりグローバリズムに抵抗するにはね、逆に英語のドキュメントをやっぱり読解する努力も我々しなきゃいけないかもしれない。でやっぱりブータンという国はね、あれ国王が非常に英明でね、公務員は全部民族衣装を着用するとか、観光客の入国者 の数まで制限してね、観光しか産業ないのにね、それでまあ自国の伝統文化を守ろうとしてますよ。だけど一方ではね、結構英語教育に力を入れてやってるんです。それはやっぱり外国人に搾取されないために、やっぱり理論武装しなきゃいけないっていうね、やっぱり戦略があるんだよね。そこもありますね。我々一概にその英語を排斥するんじゃなくて、やっぱり英語も道具として使いつつ、やはり日本の言霊というか日本語というものをまあ守っていくという、こう多角的な、やっぱりこう戦略的な、ね、対応が必要だと思いますね。いやだから